みんなの気になる情報ナビゲート。今回のテーマはこちら、不祥事をやらかして逮捕されてしまった漫画家たち、パート2。突然ですが皆さんは逮捕歴のある漫画家さんたちをご存知でしょうか？たくさんの素晴らしい作品が連載出版されていく中で、多忙を極める漫画家の皆さんですが、過去には何かをやらかしてしまい逮捕されてしまった漫画家さんたちもいます。そこで今回はそんな不祥事などによって逮捕されてしまった漫画家さんたちをご紹介させていただきます。今回まずはじめにご紹介する漫画家さんは桑田二郎さん。桑田二郎さんは13歳という若さで1948年に貸本漫画家としてデビュー。その後1957年に幻探偵、翌年1958年に月光仮面の連載がされ立て続けにヒット。そして1963年にはさらなる代表作エイトマンの連載が週刊少年マガジンでスタートし、名実ともに売れっ子漫画家となりました。そんな人気絶頂の最中、1965年3月、銃刀法違反によって逮捕されてしまいます。ことの経緯は、桑田さんは10代の頃から自殺願望を持っており、いつでもそれを決行できるように拳銃を所持していたようで、当時交際していた恋人と痴話喧嘩になり、その恋人が腹いせに拳銃所持の件を警察へ通報し、逮捕されてしまったそうです。この影響でエイトマンの連載は打ち切られ、同時期に放送されていたアニメ放送も打ち切られてしまいました。続いてご紹介する漫画家さんは、郷田真守さん。郷田真守さんは、1993年に2つの賞を別々の作品で受賞し、2種同時に漫画家デビュー。その後1995年から、女性監察医の活躍を描いた漫画、キラキラ光るの連載。また2004年からは、拘置所の新人刑務官と死刑囚の友情を描いた漫画、森の朝顔が連載され、それぞれ後に実写化もされ、郷田真守さんの代表作となりました。そんな郷田さんは、2013年4月から5月にかけ、事務所で女性アシスタントに、自身の下半身を触らせるなどのわいせつ行為と、それに加え、野球の硬球を投げつけ、突き飛ばして後頭部を蹴るなどの暴行をしたとして、強制わいせつや傷害の容疑で逮捕、懲役3年と執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。続いてご紹介する漫画家さんは、花輪和一さん。花輪和一さんは、人間の業をテーマに、緻密で濃厚なタッチで描くことで知られる漫画家さんで、1970年からイラストレーターとして活躍し、翌年1971年に漫画家デビューを果たします。それから数年後、一時休出を挟みながらも次々と作品を世に送り出しますが、1994年12月、銃好きやメカ好きが高じて、改造モデルガンや故障した拳銃を修理したもの、ライフル銃と実弾116発を所持していたことにより、銃刀法違反の容疑で逮捕されてしまいます。ことの発端は、ガンマニアの友人が自身の逮捕前、花輪さんに拳銃の処分を頼んだものの、花輪さんはその拳銃の処分ができず、預かった拳銃を自宅に保管。そして友人の逮捕をきっかけに、芋づる式に花輪さんへ容疑がかかると、自宅に踏み込まれて逮捕されてしまいました。この逮捕で花輪さんは、懲役3年の実刑判決を受け服役。その後1997年に仮釈放され、出所後に刑務所での経験を克明に描いた獄中記漫画、刑務所の中を発表し、大ヒットを記録しました。続いてご紹介する漫画家さんは、梶原一騎さん。梶原一騎さんは、1953年に小説家としてデビューを果たし、以降、格闘技やスポーツを題材に話題作を次々と生み出し、巨人の星、明日のジョー、タイガーマスクなど、スポコンものの漫画原作者として活躍しました。そんな梶原一騎さんが逮捕されたのは1983年5月のことで、きっかけは、銀座の老舗クラブでのパーティーにおいて、少年マガジンの副編集長のスピーチで、何らかの言葉が梶原さんの気に触り、その瞬間、生意気だと怒鳴ると、副編集長の胸ぐらをつかみ、顔を殴りつけ、倒れたところに蹴りを入れてしまいます。このことにより、副編集長は顔面切創で全治1ヶ月の重傷を負い、暴行による傷害事件で逮捕されてしまいました。またこの逮捕で梶原さんは、
過去に暴力団と起こした事件や暴行未遂事件なども明るみに出ることになり、マスコミ界から抹殺に近い状況まで追い込まれ、これまでの功績や評価は地に落ちることとなってしまいました。続いてご紹介する漫画家さんは長島慎二さん。長島慎二さんは中学校を中退後、職を転々としながら漫画を描き始め、1952年に書き下ろし単行本で漫画家デビュー。その後精力的に執筆活動を続け、1961年に発表した漫画家残酷物語で注目を浴び、1967年には自身の体験を題材にした漫画風船の連載が始まり、代表作となりました。以降も数多くの作品を世に送り出し、アニメーターとしても活躍していた長島さんでしたが、1980年11月、大麻不法所持によって逮捕されてしまいました。続いてご紹介する漫画家さんは、野々村秀樹さん。野々村秀樹さんは、1990年代に、夫婦が自作のペンネームとして漫画家デビュー。1998年から連載されたそれゆけマリンちゃんの作者としても知られ、また同時に同人作家としても活動されていました。そんな野々村さんは2004年、アシスタントを務めていた女性のアパートに覆面をして忍び込むと、女性の口にガムテープ、目にアイマスク、両手を後ろで手錠し、両膝両足首をロープで縛って拘束。その後性的なことを強要し、その様子をビデオカメラで撮影していたそうです。そしてこのことをネタに脅迫し、7ヶ月にわたってこの関係が続いていたところ、常に覆面をし声色を変えていた犯人の言動から、その人物が野々村さんだと気づいたことが決め手となり、強姦の容疑で2005年4月に逮捕。このことは週刊現代で大きく取り上げられ、世間に衝撃を与えました。続いてご紹介する漫画家さんは松永富岡さん。松永富岡さんは、なにわ金融道の作者、青木雄二先生のアシスタントを経て、1992年にコンテストに受賞したことを機に、漫画家デビューを果たし、1993年から連載された漫画、バクネレンブでカルト的な人気を獲得しました。そんな松永さんは2013年4月、尼崎市議選に立候補した、日本維新の会公認候補の男性に対し、男性のホームページに、お前らの戦争にわしらも巻き込んだら殺すぞ、大阪都構想に尼崎を入れるな、など、自宅のパソコンから本名で書き込み、同年10月に脅迫の容疑で逮捕されてしまいました。ちなみに松永さんは、自身のツイッターアカウントでもこの件について多くのヘイトツイートをしていたほか、普段も一般の方からの煽りツイートに答え、過激なツイートを連投するなどしていたため、ファンからは心配されていました。今回最後にご紹介する漫画家さんは、鈴木健也さん。鈴木健也さんは、2005年に漫画家デビューを果たし、その後2008年から初連載作品の執筆を経て、2014年からは代表作、教えてギャル子ちゃんの連載がスタート。教えてギャル子ちゃんはアニメ化もされた人気作で、鈴木さんは順風満帆かのように見えましたが、2021年12月、突然鈴木さんと連絡が取れなくなったと関係者から明かされ、これを受け、鈴木さんの家族が警察に捜索願いを出し、ツイッターでも情報提供の呼びかけが行われました。それから約1週間後、無事に発見されることになり、これで安心かと思ったのも束の間。さらに約1週間後、鈴木さんが逮捕されたというニュースが世間を騒がせました。その内容は、1年前の2020年に、関税法で輸入が禁止されている、児童ポルノ写真集を6冊輸入したとし、関税法違反の疑いで逮捕、送検されてしまったというものでした。鈴木さんの自宅からはこの他にも、同様の写真集が40冊以上押収され、日本では手に入らない、外国人の写真集がどうしても欲しかったと容疑を認めたそうです。今回は、不祥事をやらかして逮捕されてしまった漫画家たち、パート2。ということでご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか？当チャンネルでは他にも、様々な動画を投稿していますので、ぜひご覧ください。ということでここまでのナビゲーター、さくらまいでした。